はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、やすでございます。白血病闘病生活の木村氏にね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画を配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日もね、皆さんをね、恐怖に陥れてしまうお話になってしまうんですけども、まあ、昨日に引き続いてね、血液 の LDL コレステロールのね、お話でございます。まあ、その LDL コレステロールに深く関係するね、糖尿病とかね、高血圧、脂質異常症っていうのはね、いずれも動脈硬化と関係しています。適切な治療をね、受けずにいるとですね、心臓を取り巻く冠動脈にですね、狭窄やね、閉塞をね、生じてしまってですね、心筋っていうやつ、心臓が筋肉なんですけどね、その心筋へのね、血液のね、供給がね、減少したりとか、血流が途絶えてしまってね、狭心症とかね、急性心筋梗塞といったね、冠動脈疾患をね、引き起こします。糖尿病、高血圧、脂質異常症のこの3つの病気のうちですね、どれか1つを発症していれば、残りの2つも発症している、またはね、その予備群であるケースはね、珍しくはありません。なぜならね、インスリンの働きが悪くなってね、血糖値が高くなります。そうするとね、膵臓からインスリンがたくさん分泌されます。そうすると、塩分排出に関わる腎臓の機能がね、低下して血圧が上がります。でそしてね、肝臓で中性脂肪の合成が盛んになって、血中の脂質が増えます。というね、それぞれ関連してるからなんですよ。そしてね、糖尿病、高血圧、脂質異常症のうちにね、一つだけ発症してるよりもね、まあ二つ三つ、まあ全部ですよね、発症してる方がね、冠動脈疾患をね、引き起こすリスクがね、高くなるんです。まあ本来であれば、血糖、血圧、LDL コレステロール、中性脂肪のすべてのね、数値を調べて、糖尿病、高血圧、脂質異常症のね、有無をね、チェックすべきなんです。しかしですね、実際にはそれができている人はね、少ないんですよ。糖尿病、高血圧、脂質異常症を考える会というのがね、あるんですけども、2018年に行ったね、調査によればですね、血圧、血糖、中性脂肪が一つ以上気になると答えた人のはね、過半数を占めていたのに対して、一つ以上ケアしていると答えた人は、ね、約 32%、三つともケアしているよと答えた人は、ね、約 10% しかいませんでした。またこの調査ではですね、一度の食事で同時にですね、塩分、糖分、脂肪分、の、取りすぎをケアしてきているのはいくつまでですかという問いに対してですね、糖分、塩分、脂肪分の全てをケアできている人たちは 10% 未満でした。血糖値だけを下げてもね、また血圧だけ、LDL コレステロールや中性脂肪だけを下げてもですね、動脈硬化や冠動脈疾患のね、対策はね、十分とは言えません。血糖値、血圧、LDL コレステロール、中性脂肪というのはですね、数値が高くなる原因が共通しているので、食生活の改善、運動の習慣、さらに必要であれば薬物治療でね、数値の改善に取り組んでほしいと思います。そのためにまずは血糖、血圧、LDL コレステロール、中性脂肪の数値がどうなっているかを調べることなんです。糖尿病で治療を受けてるけど健康診断を長く受けてないので、他の数値がここ1年どうなるかわからないという人はですね、ぜひね、主治医に相談してみてください。ここで問題になるのがね、ちょっとだけ数値が高い人なんですよ。薬を飲むところまではいきませんけどもね、血糖値、血圧、LDL コレステロール、中性脂肪がね、いずれもちょっとだけこの数値がね、高いだけだとですね、自分が病気だという自覚がないので、生活習慣改善がね、おろそかになりがちなんですよ。健康診断でね、数値が高めですよね、食事の内容に気をつけてくださいね、運動習慣を身につけてくださいね、と言われててもですね、記憶に残ってない程度でね、聞き流してることがね、多いんです。そのまま何も手を打たないでね、時間が経って、狭心症とかね、急性心筋梗塞がね、ある日突然起こして、搬送先でね、血糖値、血圧、LDL コレステロール、中性脂肪の、まあ、いずれかか、まあ、あるいは全てがね、高いことを初めて自覚します。で、一度ね、冠動脈疾患をね、発症するとですね、再発のリスクがすごい高くなります。検査結果ではね、塩分、糖分、脂肪分の全てをケアできている人は 10% 未満しかいないとね、結果が出ていました。数値がちょっとだけ高い段階ならですね、
食生活の改善はね、冠動脈疾患発症後ほど厳格にしなくても済むかもしれません。食生活の改善でね、血糖、血圧、LDL コレステロール、中性脂肪が改善されるとですね、糖尿病、高血圧、脂質異常症も改善されて、冠動脈疾患もね、防げますのでね、気になる人以外でも、ついつい冬はね、食べ過ぎて飲み過ぎてしてしまう人っていうのはね、塩分、糖分、脂肪分をね、見直していきましょう。そんな感じで今日は以上になります。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。